茨城県道262号中港港線、日立中市港本町茨城県道262号中港港線は茨城県日立中市内を通る県道で漁港連絡道路である。中港漁港の魚市場前から日立中市港本町の住宅街を抜けて茨城県道108号中港大洗線に接続する東西約200メートルほどの路線。 普段は目立たない通りで、車や人通りも少ない換酸とした道路であるが、魚市場が人手で賑わいを見せる休日や、年末などでは、魚市場への一般買い物客などの抜け道にも利用され、自動車による交通渋滞がしばしば起こることもある。1959年10月14日、新たな県道として起点を 茨城県中港都市一丁目中港港から終点を県道中港大洗線交点までを区間とする県道中港港線として茨城県が県道路線認定している。なし福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC、車両制限令の規定に基づく道路の指定。 茨城県法第1241号ピアニッシモ10から 14ABCDE 茨城県道路年協調書平成26年4月1日現在県道路線認定茨城県法号外10月14日より道路の区域決定茨城県法号外10月14日よりありがとうございます